これチャーシューとかね、チャーハンとか。お茶バッグ、みちゃんありがとうございます。ね、ぽいぽい。ほんならあれね、ツイッターとかも結構。最近ね、開いちゃダメとね、思うんだけど、なんか気になっちゃってね。ね、どんなとこか。体験入店配信みたいないいね、日曜日とかね。うん、どうせやめるし、ね、そうそうそう。まだ返してないの忘れてた。わかる。うん。うん。おはどり。この間もちょっと話したけど、多分ガチ勢でガチ勢、私。仲いいか悪いかって言ったら、まあ普通でね、あれから会ってないからね。私、だから他の人がとやかく言うことじゃないでしょ、仲はいいとか悪いとかさ。そこで、ねえ、奈々ちゃんのこと言ってたからどうのこうのっていうのは、もう、ガヤでしかないでしょ、うん、おかまよ、おかま、あの人も。おかま。うん。うん、いつね、私がそうなるかもわかんないんでね。そうよ、さらーっとね、さらーっと話してるだけでいいんですか。うん。で、なちゃんがやらかしたとき、ここの荒れ具合が想像つくとね、うん。弱いにもよるけどね。そうね。まあお金のトラブルとかはなさそうだけど、リスナーさんにね、まあ全然抑止力にもなってないじゃん。まあ最近はね、そんなベロンベロンに酔っ払ってね、配信つけるってことはもうなかなかないんでね。うん。引っ越したら近隣の人と揉めそうね。いやでもね、なに、まあやめて、おじさん、何突然だ。いや、また映ってんでしょ。え、違うの、そういう意味じゃなくて、昨日のパターンじゃないの。じゃ、病気じゃないの、どういうことで、昨日と同じパターンでしょ。ねえ、その日課みたいなのやめてください、ほんとに。おっさじゃないよ。ニコ生でミラーされてんの？ねえ、よく気づいたね。コメントしてる人いたんだ、ニコ生に。やだ。いや、ニコ生のクルーズに流れたの、嘘でしょ。なんだって言えない、普段言えない人とかは裏で言ってんじゃないのって。うん。
本当にやってる。タイムシフト4分間やってるの、ほら。広告大臣。広告大臣。ね。あのね、この人もね、しつこいんで、大阪、そう。